あなたに合った筋トレ動画をご紹介、筋トレ動画紹介チャンネル、よっしゃー、はい、ということで、ね、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナルトレーナーの峰さんです。はい、ということで、ね、今回もですね、私がおすすめする筋トレ動画についてご紹介といろいろ解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルは筋トレ指導歴23年のパーソナルトレーナー峰さんが、世の中にたくさんある筋トレ系 YouTube 動画の中で面白い勉強になる動画をご紹介する動画ですと。で、人のふんどして相撲を取るというまたコンセプトは変わらずね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回の動画なんですけども、肩トレの基本サイドレイズの解説、初心者向けということで、肩のトレーニングの一番ね、基本のこのサイドレイズっていうね、こう横に上げる運動の筋トレですね。でこの動画の紹介をしていきたいと思います。で今回で紹介するチャンネル名なんですけども、ゲントフィットネス様の動画をご紹介したいと思います。また下の概要欄に貼っておきますので、またよかったらご視聴ください。でこのゲントフィットネス様なんですけども、この方も結構有名なね、フィジーカーの方で、人気のある方ですね。でこのゲントフィットネスさんの、この、まあ、特徴といいますか、やっぱね、肩の発達がすごいんですよね。あの肩の筋肉がものすごい発達している方なんで、やはりね、多分得意な種目の一つだと思いますので、やはりね、あのしっかり理解と勉強されている方だなっていうのが印象を受けました。あとね、このゲントフィットネスさんね、あのパッと見ね、あのちょっとまあなんかこういったなんですけど、ちょっといかつい感じなんで怖そうに見えるんですけども、あの喋り方がとてもソフトあのとても優しい方だろうなっていうのは一発わかりますので、あのすごく物腰柔らかにね、あの説明されてますので、僕はすごくあの好感触、あの好印象ですね、受けました。まああのね、皆さん筋トレやってる方って基本的にいい方多いですからね、あのパッと見なんか怖そうに見えますけども、すごくこの優しい方多いですので、皆さん変な誤解を持たないようにしてほしいなというふうに思ってます。まあ、そんなね、素晴らしいゲントフィットネス様の今回動画を紹介したいと思います。はい、で今回の動画の、対象者ですねになりますけども、まず筋トレ初心者、筋トレ初心者の方はぜひと見てほしいなという動画になっております。で次にサイドレイズを始めてみたい方、ね、やっぱ肩のトレーニングってね、例えばショルダーアップレスっていうこの押す系とかね、あとアップライトローとかって引っ張る系とかなんですけども、まずね、押すとか引くとか、あとね、もう一個はこのレイズ系っていうサイドレイズとかフロントレイズとか、こうリアレイズとかね、なってくるレイズ系ってのがありまして、やはりね、このサイドレイズっていうのはあの必ず避けて通れない道なので、やっぱこれを始めてみたいなという方に関しても、絶対見てほしいなという動画になっております。でそれで3つ目が肩が効かせられない方ですね。で肩の筋肉ってね、意外と難しいです、効かすのって。で、あのやっぱね、ちゃんとやらないとまず効かないですし、あとまあ効かないから、じゃあどんどん重さ上げていったらいいわと思って、どんどん重さ上げていきますと、肩が痛めること、まあ、多々あります。で肩ってやっぱね、基本的に関節的に弱いところ、言うたら不安定な関節なんで、無理に負荷与えちゃうとね、あのすぐ肩壊れてしまって、まあ、痛みが発生するということになってしまいますので、そうなるとね、あの他の筋肉の筋トレの影響もすごく出てきますので、ちゃんとね、正しく効かせられない方に関しては、ぜひとも見てほしいなという動画になっております。はい、で勉強になるポイントですね、まず1番目、サイドレイズって何というところから、きちんと説明されているというところですね。結構ね、このサイドレイズに関しましてはいろんな動画見たんですけども、まあ、ある程度サイドレイズ知ってるよねっていう段階でお話しされてる方多かったんですね。まあ、けどこのゲントフィットネスさんに関しては、まずじゃあサイドレイズとは何かっていうところからを説明しますということで、本当に基本のところから説明されてますので、あのすごく初心者の方にとって優しい動画になってるなっていうのが感じました。という面で素晴らしいなと思いましたね。はい、あと2番目、ダンベルを握る時の指の使い方をきちんと説明されているというところですね。でね、あのサイドレイズ、まあ、他のレイズ系全般そうなんですけども、この指の使い方がすごく大事なんですよね。だダンベルをこうどう握るか、握り方ってすごく大事なところがあって、やっぱただ単にグッと握ってしまったらダメなんでね、この肩っていうね、付け根のところ、まあ、人間の中枢のところにあるところに効かすためには、この末端末梢部分をいかに抜いていくかって大事なんですよね。でそれを抜いていって、この重さを適切にここに当てていかなくちゃいけないので、ただ難しいっていうのなんですね。でその難しさのキーワードの一つが、やっぱ指の使い方になっていきます。ですので、この指の使い方をしっかりと説明されているのがすごくあのいいなと思いました。で3番目は、良いフォームと悪いフォームの違いをきちんと説明されているというところですね。これね、あの、まあ、これ筋トレ全般に言えるんですけども、やはり良いフォームはもちろん皆さん勉強しますよね。これまだ当たり前なんですけども、あとね、悪いフォームを知っておかなくちゃいけないと。で悪いフォームを知っておくと、そのフォームをしたらダメなんだな、で怪我のリスクなんだってことが分かってくるので、やはりね、最終的にまあリスク管理になってくるんですよね。そういう意味を込めてって、やっぱりね、良いフォームと悪いフォーム、ちゃんと両方の説明されているというのがすごく大事なところだと思いますので、勉強になったなというふうに思いました。
はい、でここから私の補足説明ですね、解説でいきますけども、まず1番目、サイドレイズのフォーム作りに一番最初に小さく前ならえの状態から肘を横に上げる練習を行うと。これ私の指導でやってるんですけども、この小さく前ならえ、こうやつですね、こうやつ、はい、でこの状態からこう上げる練習ですね、こう上げる練習、こんな感じ、はい、でこの練習やっていきますと比較的肩をきれいに横に使いやすくなってきますし、この肘から上げる意識を作りやすくなってきますので、私はこのまず小さく前ならえから横に上げる練習をやってる、一番最初の方にはお勧めしているということをやっております。で2番目、片手で反対側の肩を触りながら肘を横に上げる練習をして肩を使う感覚を養うというところですね。これはね、触ること、こうタッチ、肩をね、多分右でしたら左手で右の肩を触ります。で触った状態で肘を、腕を上げていきますと、まずこの盛り上がり感、三角筋がね、三角筋がちゃんと盛り上がる感覚が分かってくると思います。でこれ盛り上がっていく感覚が変われば、あ、まずこの軌道だってなっていうのが分かりますね。これね、やっぱ軌道外していくとうまいち盛り上がらないんですよ、ちゃんとね。きちっとこう真横にちゃんと上げていかないと、肩って、酸素収縮しないので、それをしっかり確認できるというのが大事ですね。というのが一つありますよね。あとやっぱ脳にね、感覚として入力してほしいので、肩触ることで肩意識ちょっと高まるんですよね。でこれタッチ法っていうんですけども、タッチすることによって神経が感覚が安くなってくるので、効かせやすくなってくるという練習にもできますので、これ例えば応用はいろいろできますのでね。大胸筋だと大胸筋触りながらもこうできますので、この触りながらやるときも結構大事なんですよね、肩でずつということもやった方がいいかなというふうに考えております。で3番目、肩関節が硬い人は適切な軌道に腕を上げれないので、柔軟性を高めるエクササイズを行ってからサイドレイズを行うと効果的ですよということですね。これやっぱり、ね、基本的に肩が硬い人、例えば肩が全然上がらない人とかね、肩カチカチの状態でも上げる軌道がおかしくなっている人で、その状態でサイドレイズやっても間違いなく三角筋が入らないですね。やっぱり、ね、上げやすい方向にしか腕が上がらなくなっちゃっているので、三角筋が軌道に上がってこなくなっていくという状況になっちゃいますので、そういう方はまずね、まず柔軟性上げてほしいなと、ストレッチもそうですし、あとコンディショニングもそうですね。あと肩関節の柔軟性を上げるエクササイズといろいろありますので、それをきっちりやってからでサイドレイズやった方がやはり効果的になってきますので、まずそういう基礎の部分をね、しっかり押さえてほしいなということを思いまして、今回やってみました。はい、で今回ねこんな感じもありますので、またよかったら、私の番組もしよかったらチャンネル登録、あとグッドボタン、コメントいただければ非常に嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。はい、でまた次の動画で会いましょう。さようなら。